加藤突動から1949年4月2日は、日本の仏教学者、作家、教気運動家。第1次弁論ブームの終焉期から第二次、世界大戦中にかけて有弁学に関する著作を多く残した。創籍は持たなかった。首都に、大乗機神論講話がある。1870年12月13日、亀岡藩士であった加藤正国の長男として、 京都に生まれる。維新により家は長楽、地元の小学校に通う。仏教活動家、平井金蔵が同志社に対抗して開設した仏教系英学塾、オリエンタルホールで英語を学び、京都法律学校にも通った。学校の代用教員を経て、20歳で上京し、イギリス法律学校で長校する。岩野法名らとともに文芸活動を行った。 1881年には、諸女作、大聖、釈迦を、自費出版したのを皮切りに、仏教概論、日本仏教史などを立て続けに出版した。築地本願寺の石徳教皇の教師となったことから、仏教を学び始める。大内聖乱と交わり、1895年から1897年にかけて仏教史、民教紳史の主筆を務めた。また、 アザブの総統集中学林の教師も務めた。明治30年代には、島田万根に指示して、大使信仰の上宮教会の講師となり、講演活動、執筆活動を行った。雑誌、新修養、を心を主催。昭和3年、斎藤実ノルラによる、中央教家団体連合会に、理解のない人物としては、唯一の中心的人物となり、理事として、講演。 著述による仏教教家に努めた。また、斎藤内閣の国民構成運動の際には、首相と共に全国を演説して回った。総当州大学、東洋大学、日本大学にて教鞭を振るった。また、仏教関係の著述、講演活動の功績から宮内省より、社会教家功労者として表彰を受けた。1949年4月2日、 代々ぎの実宅で死去。墓所は赤羽の上昇時。加藤は教家の方法としての弁論、演説について、研究、著述活動を精力的に行った。佐藤卓司は、加藤は単著として有弁学関連書を最も多く、刊行した人物であるとしている。1908年に刊行した有弁法は、それまでの有弁学の有弁美事法の経譜を継ぎつつも、 初めて有弁学を体系的に書き出したものであった。また、1912年から雑誌、有弁に連載した、有弁の新研究において、思想内容の充実と、聴衆心理把握の研究に目を向けた、有弁学の改革を唱え、有弁学の完成への下地を準備した。しかし1930年代、時局の悪化に伴い、弁論団体の解散や、 弁論大会の中止が余儀なくされるなど郵弁学を取り巻く状況は息苦しくなっていた。郵弁学界隈では郵弁学の学校教科か競技化を模索するも学生弁論の極左化の状況から頓挫していた。そのような中、加藤は新体制に自局におもねり抑散するための郵弁道を唱えた。百四十一年一月には新体制と郵便会の方向において、 独白、討論の郵便学から復し談話の郵便道に移行して自局に対応する時だと述べた。同年2月には、論考自局下の青年郵便において自由な青年郵便は自粛すべきであるとした。ありがとうございます。